学生と社会人の違いは何ですかと聞かれた時の回答。あなたが思う学生と社会人の違いは何ですか？はい、勉強することがメインか、仕事をすることがメインかの違いかと思っています。学生は勉強がメインで、仕事は片手間のバイトですが、社会人は仕事がメインで片手間に勉強します。はい、批判をする側か批判をされる側かの違いかと思っています。学生は自分勝手に批判を述べますが、社会人は批判を受けていつも謝っているイメージです。はい、社会人は世の中へ価値を提供する存在だと考えています。学生はアルバイトをする場合もありますが、学問が本業です。社会人はアルバイトとは比べ物にならない責任を持って業務を全うし、社会に価値を与える存在だと思います。